こんにちは、バーチャルブレインラボへようこそ。バーチャルサイエンティストの卵のルーです。今日は脳波からコンピューターへ文字入力するっていう技術を紹介しようと思います。前回の動画では脳波計測の仕組みについて説明しましたが、今回の動画はその実践編ですね。実際に脳波ってどう使われているのかっていうのを皆さんに紹介しようということで、脳波からコンピューターへ文字入力を行う最新技術について解説します。脳とコンピューターをつなぐブレインマシンインターフェイスっていう研究分野の中でも、やっぱり文字入力って大きく注目されている研究なんですよね。この動画では世界的に注目されているブレインマシンインターフェイスの脳波を使った文字入力の現状とその仕組みについて、バーチャルサイエンティストの卵である僕ルーができるだけわかりやすく解説していきます。普段はなかなか知ることができない脳科学の最先端の成果とその仕組みを理解することで、将来のテクノロジーや未来像をイメージしやすくなるのかなって思いますので、ぜひ最後まで覗いていってみてください。またこの動画だけを見ても内容の理解はできると思いますが、前回の脳波計測についての動画を見てからこの動画を見てみると、実際の実験のイメージやメカニズムについてもっと詳しく理解できると思います。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらを見てからこの動画を見てみてください。それじゃあ早速学んでいきましょう。今コンピューターへの文字入力はキーボードもしくはスマホのフリック入力が世界的に多くのシェアを占めていますよね。これは人の脳が指や腕に動けっていう運動の命令を送って、腕や指がその命令に従った結果、キーボードやスマホといったデバイスを操作することができて、最終的にコンピューターへ文字入力を実現できているんですね。それじゃあ脳とコンピューターを直結すれば、腕や指への運動の命令を省略することができて、今まで以上の速度精度でコンピューターへ文字入力できるんじゃないっていうアイデアで、脳活動から文字入力を行うシステムが世界各地で研究されています。特に脳波の計測装置は比較的安価で手軽に実生活へ導入できる可能性があるため、脳波を使って文字入力を行うっていう研究は盛んに行われています。脳とコンピューターを直結した文字入力と聞くと、例えばアルファベットの A を頭の中で思い浮かべると、コンピューターに A と出力するというのをイメージする人もいるかもしれませんが、残念ながら現在の脳波を使った研究ではそこまで詳細に人の思考を読み取ることはできません。それじゃあどうやって文字入力を実現するのかというと、脳波の特徴に出てきた刺激に対する反応を利用して文字入力するっていうシステムが開発されています。では一度実際のデモ画像を見てみましょう。この動画は実際に脳波から文字入力を行っている様子のビデオです。被験者は脳波キャップをかぶって目の前のディスプレイの左上の文字列をコンピューターに入力しようとしています。そしてそのすぐ下の文字列は実際に脳波を読み取ってコンピューターに入力した文字列です。被験者の目の前の画面にはアルファベットと数字が 6×6 のマス目状に配置されていて、ランダムな1行もしくは1列がピカッピカッピカッと光っているのが分かりますか？この文字列が光った時の反応を脳波から読み取ってコンピューターに文字入力しているんですね。それでは詳しく解説していきます。まず実験で使用されている脳波成分について解説しますが、この実験では P300 と呼ばれる脳波成分を使用しています。 P300 というのはある高頻度の刺激が提示されている時に、低頻度で別の刺激を提示すると現れる脳波成分です。ちなみに P300 の由来は刺激提示後300ms に現れるポジティブ、つまりプラスの電位を持つ脳波成分という意味で名付けられています。それじゃあ実験の状況を思い出してみましょう。この実験では 6×6 のマス目状にアルファベットや数字が並んでいて、その1行もしくは1列がランダムに点滅していましたね。実はこの時被験者は入力したい1文字に注目していたんです。すると何が起きるかというと、
被験者がある1文字に注目していて、ランダムな1行もしくは1列ずつ点滅させると、注目している文字列は6分の1、つまり低頻度で点滅するんですね。その結果、脳波成分 P300 が発生するので、コンピューターがこれを読み取って、どの行、どの列に被験者が注目している文字があるのかを特定することで文字入力を実現しているんですね。例えば被験者が B という文字に注目していて、ランダムな行列を点滅させると、1行目が点滅した時と2列目が点滅した時に B という文字が点滅するので P300 が発生します。するとコンピューターが、お、1行目と2列目で反応があったな、それじゃあ B という文字を入力したいんだよなって認識して、無事文字入力ができるっていうわけです。この P300 を利用した文字入力方法は P300 スペラーって呼ばれています。脳波からコンピューターへ文字入力するための基本的なメカニズムはこんな感じで、ここから刺激方法を変えたり、アルゴリズムを改良したり、違う脳波成分に注目したりっていう感じで研究が進められていて、一部の研究では1文字あたり10秒から20秒程度、精度が 80%から90% 程度で文字入力できたと報告されています。もちろんまだまだ解決すべき課題は山積みで、例えば注目する必要があるのなら自然計測でよくないというようなツッコミとか、精度や文字入力の速度ちょっとまだ低くないとか、いろいろあるかもしれませんが、このあたりはちょっと長くなっちゃいそうなので、この辺でとどめておこうと思います。もしこのあたりについても詳しく解説してほしいという方がいれば、コメントで教えてください。需要がありそうなら頑張って補足動画を作ってみます。まだまだ課題が山積みの脳波による文字入力ですが、最後に一つめちゃめちゃうまくいった例のニュースを紹介します。昨年の9月に中国で2019年世界ロボット大会が開催されたのですが、その中で脳波タイピング競争が行われたそうです。その時に優勝したのは香港大学とマカオ大学の共同チームだそうで、1分間に143文字に相当するタイピング速度を実現したそうです。この速度はスマホのフリック入力速度の平均を超えるとのことで、脳波による文字入力の実用性が大きく注目されるニュースとなりました。ただし優勝者のコメントでは、試合の中で少しでも注意力が散漫になったり精神的に緊張したりすると、脳波は即乱れてしまい、タイピングの間違いがすぐ増えるのですとのことで、実際に実用化のレベルに到達するのはもうちょっと先かなという個人的な印象です。はい、いかがだったでしょうか。最初は脳波による文字入力ってすっごく難しそうって思えたかもしれませんが、意外と単純な仕組みで動いてるんですね。今回紹介した脳波による文字入力以外にも、この脳科学の分野においてたくさんの最新技術が日々研究されています。今すぐに一般社会で使用できる技術っていうのは少ないけれど、5年後10年後には今よりもっと脳科学を身近に感じられる環境になっていると僕は思っています。今後もこんな形で脳科学に関する最新の技術や研究をできるだけ分かりやすく説明していこうと思っているので、もし気になる動画を見かけたら覗いていってください。それじゃあまた来てください。